今月からザクロマニオンズツアーマウンテンバナナ2023が始まったザクロマニオンズ。来月にはついに還暦を迎えるボーカルの河本大翔さんと一つ年上のギター真島正俊さんは、これまでにザ・ブルーハーツ、ザ・ハイローズでも一緒に活動していました。どちらのバンドでも名曲を数多く発表し、特にザ・ブルーハーツの曲は現在も CM などに起用されるなど世代を超えて浸透しています。しかし解散後に2つのバンドの曲を演奏することは全くありません。何度もカバーされている名曲を河本大翔さんが歌わないのはなぜなのでしょうか。理由は知らんが、何かもったいなくないか。もったいなくないか。まあその方がレジェンド感出るしな。冬に覚えたけど忘れたかな。もったいないよな。今リンダリンダを生でやったら会場大爆発するやろ。パンクだから権利ちゃうんか。自分が権利持ってなかったら人によっては歌えば歌うほど赤字になるっていうから、案外これかもね。今が楽しいから昔は良かったなんて一度も思ったことないよって言ってたしな。ティムロックがドーム公演でボーイ時代の曲解禁した時はすごかった。そういえばサブスクの解禁もしてなかったな。 YouTube チャンネルで来た時いよいよかと思ったけど何もなかったな。若い頃の歌詞が恥ずかしいんやろ。解散したから若者向けに歌ってるつもりだから過去の3を厳してるため、過去にしがみつくのがダサいから。ブルーハーツの曲はあの4人のものだから。これが一番ええな。芝居やからちゃんは勝手に歌ってるぞ。契約的なことじゃないの。解散後ハイローズでヘイヘイヘイ出た時にリンダリンダもうやらないですって言ってたと思う。それなんとなく見たような気がする。夜たもりでリンダリンダを一瞬鼻歌で歌っただけで騒がれるレベル。覚えてないんちゃう。自己プロデュース能力がほんますごいよな。ブルーハーツ神隠ししてるくせにクロマニオンズ聞かないやつ。ええよなクロマニオンズ。8ビートと紙飛行機好きや。聞き込むならハイローズが一番ええわ。こういう元作リンダリンダ情熱のババ、キスしてほしい、バブレター、人に優しく、マシマサク、トレイントレイン、青空、千のバイオリン、君のため、トゥーマッチペイン、オラバナイユタ。二人とも天才かよ。ドラムとベースはクロマニオンズが歴代で一番うまいん。経歴とか調べたらそう感じたんやが。二人ともうまいけどあまり自己主張すぐプレイしないからなんとも。ハイローズのリズム体が一番コピーむずいぜ。今さらやらんでええよな。やるならちゃんと当時のメンバーでやってほしいが無理やしな。単純に違うバンドだからやろ。今が一番最高だから。ワイラとヒロトとかのロックンロールの解釈のズレや。ブルハの歌詞ってこの人だから許されてるよな。他のやつが歌ったら臭すぎて聞いてられん。めっちゃカバーされてるけどヒロト以外は説得力があんまないよな。クロマニオンズからブルーハーツハイローズを知ってしまったわい。昔の方が普通に好きやわ。それ結構幸せやぞ。若いんだろうけど。ロック聞けば何でも解決や。いろいろな憶測が言われていますが、その中では今活動しているのは違うバンドだからというのがファンが一番納得のいく理由のようです。河本大翔さんが実際に言ったのはザ・ハイローズ結成時のリンダリンダはもうやりませんと、インタビューで答えたザ・ブルーハーツ復活の可能性はゼロくらいしか伝わってきません。河本大翔さんが過去のバンドの曲をやらないことにこだわっているというのではなく、あくまでもバンドやロックに対する考え方なのではないでしょうか。ただ一度でいいから演奏してほしいとやっぱり思ってしまいます。このチャンネルでは音楽系スレの動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。